おい、マサオ、お前、仕事見つかったのかよ。え？いや、今のご時世、そう簡単には。ごめんなさい、お父様。マサオさんもいろいろと頑張ってるんですけど。もうお前ら、この家に来てもう1ヶ月だぞ。先が見つかるまでって一体いつまで親のすねをかじりゃ気が済むんだ。でも母さん死んでこの部屋余ってるだろう。父さん一人じゃこの家広すぎるじゃない。そういう問題じゃないだろう。いつまでも親と同居なんて恥ずかしいと思わないのか。ゆいさんだって早く子供欲しいだろ。はいはい、分かってますよ。うるさいな。あ、お父さん、私お茶入れますね。